埼玉県は秩父にある霊峰三峯山。古来より数多くの修験者や愚道者、標本家たちがこの地で修行に打ち込んだという。今から半世紀ほど昔、極真空手の創始者大山増達もまたこの三峯を訪れ、空手修行に明け暮れた。以来大山の弟子たちは大山に習い、毎年厳冬の三峯山を訪れ修行を行うようになった。2003年8月上旬、三峯山において第8回世界大会の日本代表選手が全国から集結、第1回強化合宿が行われた。第7回世界大会でブラジルのフィリオに王座を奪われ、耐え難い屈辱を味わってきた空手母国日本の代表選手たちは、これから3回に及ぶ強化合宿の特訓を通じて団結し、王座奪回を果たさねばならなかった。だがこの時点では大人数の上に年齢差も大きいせいか、互いに話したことすらない選手たちも多く、その絆は薄く、心もバラバラだった。世界大会に向けての強化稽古が、こういう大山総裁のゆかりの地でね、できるってことは、非常にまあ何かの大山総裁の導きか、またすごいね、縁があってのことだと思います。もう8月に入って怪我をしたらですね、骨折などちょっと間に合いませんのでね、本当にあの怪我には十分気をつけて、この残り少ない、ね、3ヶ月切っちゃいましたけど、約90日間、90日もありませんけど、しっかり、あの自分のええところを引き出せるように頑張ってください。いいですか。なるべく大きな成果が得られるように、まあ、各自十分に稽古してください。頑張ってください。皆さんの集中力をどんどん、ね、高めていって、成果のあるものにしてください。まあ、合宿都合3回ありますので、まあ、あの頑張って、お願いします。まず団結を高めるという意味と、あとそれぞれあのお互い切磋琢磨するという気持ちを高めるためにも、いい合宿にするように頑張ってください。よし。中村誠監督をはじめ4人のコーチを中心に稽古が始まった。代表選手にはかつて第6回第7回世界大会で活躍した選手たちも多数選ばれている。これもギュッといきなりガーンと持っていかないでね。でこっちの人もそれ以上感銘してくれたらパンパンと肩叩く。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。我慢せんでいいよ。年なんだから。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、お願いします。前蹴上げの要領で7、8、9、10。はい、今度はそのまま前横蹴上げの要領で、この横向いてください。こうね、これ横かからないように背中まっすぐして、同じ速度を返して、これも同じね。手は後ろにやる。手を前に持つと体が前に折れちゃうから、1、2、3、4、5、速度を返して軸足返してね。まだいいのか。大丈夫です。8、9、10。はい、やっと田原先生。はい、これかけて。8、9、10。倒せる突き打ってよ、ちゃんと。倒せない突き打ったってしょうがないだろ。
首折るぐらい。顔なさな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 い。ブラジルにもね、修行に行った田村君から2種類ぐらいでいいです、コンビネーション。まあ、外国人ってやって、まあ、残念ながら日本ではちょっと勝てたんですけど、なかなか勝てないと。で、まあ、何が一番困るかって、やっぱ前のことが困りまして、相手に叩かれて自分が蹴ろうとしたら蹴れないと、まあ、足が短くて相手の手の方が長いと、まあ、そこであのまま考えたのがですね、まあ、相手と対峙した時にですね、まあ、大概の人が、まあ、やっぱ叩くんだったら、まあ、顔面ないんで胸とかボディとか叩こうとかするんですけど、まずそこで考えたのが、一番最初のラインをここに置いたと、うん、このライン、まあ、これ知って、まあ、分かってる人もいます、まあ、大概こう叩きに行くから外国人が先に叩かれてしまうと、まあ、将棋でもいきなり王手できないわけですね、まあ、最初歩を取って、それで前のを崩していかないと取れないと、まあ、それで この手をちょっと結構ちょっかい出してみようかなっていうのを考えたんですね、まあ、それで、まあ、軽くやっても、まあ、もちろんさばけたりもするんですけど、よくあるのが、まあ、結構あの道場稽古の中で、まあ、上級者と下級者がやると、下級者がビビってやると結構叩かれて痛いなっていう時もあったりとか、ちょっとやったら逆に相手が痛めたりとか、これが本当こう、あの時です、これが結構有効打になるんじゃないかと、うん、こういうのもできるし、でもちろんこう来てこっち側を叩いてもいいわけですね。ちょっと皆さん、今田村師範のあれ補足しますとですね、とにかく意外性なことしろといいですか、こうやって全然ダメだね、本当は自分で考えてることはこういうことなんだ、こういうこと考えてるんだけど、嫌な気持ち、嫌でしょ、なんかこうされたけど嫌でしょ、ね、ドキッとするし、多分田村支部長もそうだ、それは非常にいいんだけど、絶対これ落とすの成功する方は真下に落とさないでこう引くのが悪す、こういう感じでこう悪す、それを慌てて落とすんだってイメージでやると、ちょっとまだ相手も動いてるしね、ちょっとまだから絶対こう引っ掛けるのがあるね、この手首でこう引っ掛けてもいいし、こう握ったまま早いし、こっちの手で落としてこっちが遊んでるわけだよね、これでもいいけど遅いよね、こっちの手で落としてこっちが遊んでるわけだから、こっちが休んこうだよね、こっちの手で落とすときはこっちが休んどんだから早いよね、それ1、2じゃなくてもう1って感じで、1って感じで入るといいね、それを1、2なんてやると遅いから、1、それには構えが大事だよ、いつもこの辺にバレがして、こんなのできねえよ、それはもう皆さん基本中の基本だから分かってんだから、バーンとね、それがきっかけ、つまり練習して、はい、始め、回ったりせんとかよ、相手じっとしてないんだから、その動いてる相手の手を落とす、で落とされる人はしっかり構えとかな、しっかりちょっとそんじゅらあの畑じゃ落ちないように構えとく、交代してやってよ、よし交代して、はい、やれー、はい、ちょっとテーマを決めた方が蹴りやすいでしょ、テーマを決めた方が、よし、はい、一緒にやってくださいよ、外もも、内もも、はい、中段、はい、下突き、はい、すぐ終わったらすぐ、もう終わったら、今のコンビネーションが終わったらその場にいっちゃダメよ、この野郎やりやがったなってバーンと来るから分かる、田原君がもう一番皆さんが学ばんって感じで、その場に絶対消えるってこと、その場から、それは勝ち目ないよ、そんなのやったら分かるでしょ、こんなやつから70キロが一発もらったらもうこれでちょっとガクッとなるしね、その場にいないこと、それを近藤君とか近藤選手とか木村選手ができたらもっと素晴らしいんだけどね、分かる、田原君の動きが分かる、ちょっとムカつくやるけど分かる、だからその辺をやってくださいね、見ててくださいね、
はい、行きましょう。はい。はい。ちょっといなくなるわ、ロス。共に80、共に70キロ以下、サッカー、前にいない。持ち方ちゃんと使えと。接球線から目を上げて、そういうの目を上げて、どうぞ。テーマは何でした？その場にないんだろ。動けよお前。君の練習でもあるんだから、はいはい、さっと動けよ。終わったら今度はわざと大野君とあそこ、あれが、あの子が手ぶらになって、わざとこっちがあってやる。わた、こういう関係を作って近くの人とやってください。はい、君、はい、そう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 、わた、もっとパパパパってやってくれない？あのウィード戦みたいに、はい、それで、はい、そう、そう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 、そう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 、そんなに極端に離れんでもいいから、ちょっと。それじゃあね、逃げてることになるから、離れるのと逃げるのは全然違うんだから。相手との距離を置くっていうのは次の反撃に備えて離れるわけだから、こんなところまでこうやって逃げんでいいだろう。そういう時の目線余裕ないな、小野君。国際舞台あんまり踏んでないのかな。こういう大きな外人との時目線が大事。この目線がこうなってもらうの分かる？相手これは1803センチぐらいしかないけど、わしと同じでこの目線がこうなって、今目、木の目線は天井見えるし床の目線でやらないと、ね、こんなのが出てくるんだから、お前のやつがその時全部包んでやらないと目に余裕持って、もうちょっとそう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 、いろいろやってくださいね。軽くでいいです。はい、ちょっとお願いします。はい、で、こう、あんまりひどいときは、もう上段にいるの、もうめんどくさいときは、ちょっと危ないですよって言ってあげる。それが親切ってもんだ。わかった？ラブラシはもう足が上がらないわけじゃないけど、めんどくさいからね。そうそう、10だよ、10! 10の 50% だよ。回れ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 、近藤君、入管の間、足100発、そう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 、目を上げて、腰痛で膝が来るぞ、声出して、ちょっと相手がバテてるなと思ったら声出して、元気なら声出す、危ないよ、ファンス見上げてよ、右手が危なかったよ。世界大会代表選手には極真の国内大会で活躍した青道会館の小安慎吾と大渡博之も選ばれ、本合宿で共に汗を流していた。ほら入ったの今、また戻ったんちゃう。さあダメだよ、目線直さんとあかんのそれ。ふらげてふらげて、ボリュームラン、そうそう、ボリュームランちょっと強く入れていい。膝くるぞ、顎に膝くるぞ。
ありがとうございました。湘南に礼。三峰合宿2日目早朝稽古前、日本代表選手一同は初日悪天候のためできなかった大山増達記念碑参拝を行った。監督をはじめ全選手が王座奪回を必ず果たしますと亡き大山増達に誓う。この日は風が強かった。台風が三峰に接近しているので、しかし特訓は予定通り行われた。昨夜遅く三峰入りした松井翔慶館長は早朝稽古より指導陣に加わった。地獄の坂道ダッシュが始まった。全力疾走を10本を行う。階段ジャンプなどを徹底して行う。早朝稽古の後、三峰神社本殿において王座奪回への勝利を祈り、選手一同神妙に祝詞を受ける。台風10号の影響で三峰は凄まじい豪雨となった。午前の部の稽古が始まった。打ちを中心とした稽古をおよそ2時間徹底的に行った後に剣立て伏せが始まった。ノルマは合計300回、選手全員すでに疲労の極に達しており、極めて過酷な補強となった。午後の稽古が始まった。アシアンが、総指揮を取られるということで、中村監督の下で、シアンを助けて頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。川端浩一副監督と木山仁の登場だ。台風の影響で飛行機が飛ばず、
二人は午後になってようやく三峰山に到着したのである。だけで稽古するから、その相手が動いた時に反応できない。ボス技っていうのは相手と組み合わせて初めてこう効力を発揮するの。ボス相手の動きを自分の動きの中に組み入れてこう物事しないとさ、ボス自分がいくらこうやって動いたってそれダメだよ。ボス相手と組み合わせて技になるの。ボスだから来た時に掴みながら蹴るフォームで、こういう回し蹴りもあるよ。ボスこうやってこう普通でこうやってこう開けなきゃ蹴れないんじゃなくてね、ボスこうしてもちろんこうやって蹴ってもいいけど、相手が出会い頭でくっついてきた時なんか体畳みながらでも蹴れるわけ。よしよし、だから自分の体の使い方をいろいろ工夫してさ、よしよし、まあ、まあ基本的には柔軟やんなきゃダメだけど、よしよし、はい、よしよし、動けよもうちょっと。世界王座に最も近い男と評される日本のエース木山は、合宿直前まで鹿児島で日夜厳しい稽古に打ち込んできており、かなりの疲労が蓄積していた。そのためか、今一つ精彩がない。立つうと思ったらこの位置からこうやって蹴っていくんじゃないの。後ろからこうしてってさ、バーンってこう蹴っていくと効くんでしょ。外国人選手って、まあ、ほとんど下段回してくるそうやって蹴ってるよね。遠いとこからさこうしててさ、バーンってこう蹴ってくるじゃない。あれが怖いわけでしょ。中に入ってこうしててさ、こうやってこういうのっていうのは、まあ、接近すれば重要なんだと思うけどさ、ずっとそれだけじゃ相手にダメージを与えることちょっと無理だと思うよね。だからさっきから言ってるようにさ、自分の動きの中に一つ大きいの強いのバーンとこう入れていくような技というかさ、それ必要になると思うよ。ちょっと入れるようにしてよ。それかかっていく人はきちっと相手の人を動かすようにしてよ。見合っててもしょうがないからさ、いいね、バンバン行くようにしてあげて。あと相手の弱いところをさ攻めてあげないと。わかる。こっちの人を苦しめなきゃ稽古にならないからね。顔とかどんどん蹴って倒しちゃって構わない。これはいいよ、倒して。もっと違う列。チャンスよね。違う列。終わったらかかる方は違う人のところ行ってから。横についてこの組手は試合における本戦3分、延長2分、再延長2分、合わせて7分間を戦うことを想定した稽古だ。元立ちとなった木山に対して1人1分ずつ休みなく7人が全力で戦いを挑んでくるという過酷な組手稽古なのだ。Thank you.
ちに。この7人7分の連続組手を選手全員がこなした。組手の後、行き上げのためのミット打ちをおよそ1時間容赦なく行った。その夜、松井館長が選手たちに激励の言葉を送った。お互いのそのね、昼間言いましたけど連帯意識が生まれたり、世界大会もあるからやらなきゃいけないけど、俺は本当に今欲しいものだったらな、世界大会の優勝よりもこっちの方が欲しいなっていう思いがあったらさ、そりゃ一生懸命なれないかもしれないけどさ、ね、まあ、願わくばだよ、願わくばね、自分の人生の中でね、欲しいものたくさんあるけど、今一番欲しいものはとにかく世界大会の優勝だと、まあ、思っていってほしいよね。そう思っていけばさ、稽古も日頃の稽古もさ、試合の態度もさ、内容もさ、全部変わるでしょきっと。でまたそう思ってやったらね、みんなこれ優勝に絡むようなね、可能性のある人ばっかりだと思うよ、ね、それは物理的にこの人数がさ出て決勝戦この人数でやるのそれはないですよ、それはないけどね。でもそのうちのね一人にね誰かがなるんだから、ね、そのうちの一人が誰になってもおかしくないようなね、そういう人たちだと思うんでね、ぜひ頑張ってねやってください。分かりました。最終合宿恒例の滝に打たれながらの聖剣突きを行った。一人一人の選手が王座奪回への決意を新たに固め、第1回強化合宿を終了した。
静岡県伊豆下田。かつて日本を震撼させた黒船来航の地である。この事件を機に日本は近代への幕開けを迎えることとなった。この下田からほど近くに位置する弓ヶ浜、第2回強化合宿は9月中旬から6日間にわたりこの弓ヶ浜で行われた。稽古の舞台となったのは南伊豆町武道館である。合宿開始から3日目を迎えていた。午前の稽古は徹底してミット打ちを行い、午後は青木コーチの指導から始まった、ね、パンチングミットだから、ね、的をさちゃんと正確に叩くっていう練習でしょ、ね、大雑把に叩かない。大雑把に叩いちゃうと、ね、ちゃんと叩けない、ちゃんと叩けないし、ね、それからあと自分のしっかりしたあの距離っていうか一番いい、まず基本的には自分の構えからしっかりと叩くっていうのが基本だからさ、ね、正確に叩くのと、それから体をしっかりと使って叩くの、ね、で構えて、まず構えたところから、左右で左のボディポンと、ね、でまず送り足でタンタンタンと開いたらすぐパッとこっちにずれてください、ね、叩くドーン叩く、で相手の攻撃が必ず返ってくる、それをスッと返して、ね、必ずステップをサイドステップで外して、それから右のボーンボディにダーンと戻ってきてまた構え直す。しっかり伸ばしてよ、しっかり体伸ばして、そう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 ですね。はい、ね、いいですかね。相手ですね、しっかり見るってことね。それからと距離、ね、構えてね、あんまり詰めすぎちゃダメなんですよ、ね、自分のリーチとか手の長さとかそれぞれ違うんだから、自分の一番いい位置でドーンドーンと叩く、ね、突きもバーンで伸ばしてこれを打ち抜くような感じで、ね、近すぎず遠すぎず自分のバーン一番いい位置で叩いていくと。いいですか、ね、でそれまた今度次も同じ1、2、3でシュッ、で今度こっからもう一回こっちに動く、からこっちから行く、ね、構えて1、2、3スッシッシッ、今度は構えたところから2回入ってきますから、で1回入ってるバーンワンツーで、もう1回こっちの人は下がるんで、しかももう1回入ってバーンバーン、ね、ワンツーワンツースリーで1回入って1回バーンバーンって入ってバーンバーンバーン、ね、いいですか、ね、で持ち手の人もうまく打ちながらスーッと下がって距離を出して、相手が下がるとそれを追っかけてってバーン、ね、いいですか。はい、次構えて今と同じコンビネーションでワンツーワンツースリーね、で一回スッと下がってタイミングずらして、今度もう一回入ってってワンツースリーバーンホーッとね、構えて1、2、1、2、3、4、5、6、7、8とこう入って、今度よし、しっかり体きてよ、体きてよ、しっかり、はい、構えて今度はワンツーから入ってってパンパンで、ボディをダブルでパンパン、ね、構えてパン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 で一回パッと出て、でもう一回入ったらこのミドルストレートをパン思いっきりバチーン入って、ね、構えて1、2、3、4、5、6、7、ね、まずね、第一にね、下半身をね、しっかりと決まってないといい突きとかいい蹴りは出ないんですよ。だから下半身がダーン流れちゃったりすると全部力が逃げちゃうんだよ、
ね、動いた時にパッと動いた時に動いた時にしっかりと下半身を決めないといけないですね。特に相手が下がったりとか前に自分が出ていく時とか体がどん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 流れていっちゃうんで、ね、はい、じゃあ昨日のキックミットをやりますから、そうしっかりね、相手のね動きに、相手の動きに反応してね、しっかりね、そうしっかり受けてよ、受けたらしっかり返すよ、受けたらしっかり返す、直突きだけかわしていって直突きを肩で当てて、肩で当ててかわしていく、肩当てなきゃダメなんだよ、当てて見て、これ読んで読んで、ほら左来たら、さばいていく、うん、よし、よし、きちっとさば、体に絶対に触れさせないようにして、よし、よし、さばきに行くみたいな、これ、叩く人がしっかり叩かないと稽古にならないぞ、杉村コーチの指導の後、スパーリングが開始された。
パーリング終了後、間髪入れずに恒例の腕立て伏せが始まる。10本目気合い、はい、最後は全部気合いだ、全部気合い。選手がいかに疲れていようと容赦なく剣立て伏せは続いた。弓ヶ浜合宿4日目の朝を迎えた。この朝の風は立っているのも大変なほど凄まじく強かった。弓ヶ浜合宿もまた台風に見舞われたのである。三峰合宿の時と同様に台風の影響を受けて初日からの参加ができなかった木山が4日目の朝から合宿に合流することになった。フィジカルトレーニングの後、インターバル走が始まった。木山、遅れを取り戻そうと何事にも全身全霊を込めて特訓に打ち込んでいた。午前の稽古が始まった。叩いて効かないようなやり方じゃしょうがないんだよ。よし、本当に叩くところでバーン出さないといけないんだから。よし、もう基本をね、バカにしちゃいけないんだよ。よし、もうやるんだったらさ、もうちゃんとシェッ、シェッ、決めるとかバーンで、カランと受けるなら受ける。合田最高顧問の檄が飛び、選手たち一人一人に気合が入る。前足の前蹴りポンと使って後ろ足パン引いてパンパン同じ分かった？よし！えい！三！はい待って。サイドはまあできるとしてもさ、下がることがなかなかできないんだよね。自分が攻撃して下がると。これをちょっと覚えるようにして。それには蹴った時の引きが大事になるからね。いい？はい、今度前足回し蹴り。ポンと蹴って後ろ足ポンと蹴ってパンパンここまで、ね、よし、えい、回し蹴り後ろ前蹴り引いてワンツーサン、はい待って、よし。杉村コーチのコンビネーション指導の後、過酷な息上げのミット打ちが始まった。Let's go.
午前の稽古の締めには必ず地獄の坂道ダッシュが行われた。競争意識を高めるため常に順位をつけられた選手たちはさらにヒートアップして走った。この日極限の疲労状態にある選手たちを気遣い、当初の予定通り午後から完全休息を取った。合宿5日目の朝を迎えた。トレーニングは趣向を凝らして毎日少しずつメニューに変化をつけていた。しかしその特訓を共に行えない選手が増え始めていた。重度の肉離れを長く患っている市村直樹もその一人だ。腰痛のため歩くことさえ困難な高久正義、他にも怪我や故障でまともに練習メニューをこなせない選手は日ごとに増えていた。それでもできることは何でもやる。誰もが必死だった。王座奪回を果たすために。午前の稽古が始まった。基本、移動、そして負荷をかけてのコンビネーション、行き上げのミット打ちで午前は終了。午後1番、出来たての世界大会トーナメント表を携えて松井館長がやってきた。怪我もするから、怪我した人も何人か見たみたいだけど、まあ、きちっと気力で乗り切るようにしてください。トーナメント表が張り出され、選手たちに緊張が走る。一瞬にして空気が張り詰めた。まあ、細かくは後で見てください。これ240名の選手でこうトーナメント組んであります。でこれはあの全員が来て、試合大会を開催することができれば過去最大規模の参加人数になるんですね。まあ、第5回が240、50名だったけど、あの時はもう5、60名が来ない人がいたんでね、実際にはあの200名弱の選手しか出てないわけです。ね、だからこれそれなりに240名が参加すれば過去最大級です。より緊張感を持って稽古に励むようにしてください。わかりました。松井館長も参加して弓ヶ浜合宿最高の特訓が始まった。大きい右の前蹴りきて、ここからしっかりさばいていく。その後にワンツーが入ってくるとして、あのワンツーってのは足を変えてワンツーになって、今度来たらここから入っていってかわしていったり、このさストレートとにかく盛らないようにパッといって、こっち切れちゃってもいいしさ、そのままこう引いて、さっきやったでしょ、送ってからまた下がったりして、これ使うようにして、サイドかステップバックかする。この大きい前蹴りと飛び込んだワンツー、胸元絶対盛らない。ゴンゴンこうなんないように、気をつけて、はい、第2回第3回世界チャンピオン中村誠監督の試合に向けた実践指導が始まった。コーチなりその応援に来てるもう必死なんですよ。当然ブーイングも起こる、ジャージに対して君たちがここを叩いたのに顔面じゃないのに対してもふーっと起こる。そんなのに対して慣れてる人はいいけど、いろんなロシアとか大会行ってですね、でも、まあ、ちょっとそこで嫌な雰囲気やなっていう時にガクンと来るようなことになった。あの来たらですね、あの意外と入る場合があるんですよ。正面連、押す、新連、押す、正面連、押す、一言も
回世界大会のアンディ・フリエラ選手がいるんですよ。思わぬフリエと全然ノーマークのね。で、もうこう伸び盛りの選手とこあるでしょ。この時ですよね。こう、もうもちろん目線も顔面もそうだけど、その間初めて主審が言う前に、その間もう0コンマ何秒でパパパパーッとチェックポイントを作らんといかんのですよ、ね、私の経験から言うと OK、顔面 OK、目線 OK、 そしてさあいつでもかかってこいというね、この全体的にバネの効いた構え、それを、まあ、大まかに言うとその3点だけど、まだ細かいこといっぱいありますよ。右にサッと曲がれるか左に曲がれるかとかね。で、そういうことを全然頭に入れないでこう上がってきて、こうやってで、で構えて始めーって、こうね、これもあーなんすよ、そういうことってあるんですよね。だから呼ばれてもう当たり前、そんなことを言うまでもなく分かってるってこともですね、もう一回再認してやってくださいよ。お願いします。初めて言われたらお互いちょっと寄せて、そっから出すね。それに対しての不意の攻撃に対してのこっちの目線ね、出来上がってくる考えです。わかりました。ちょっとお互いちょっと詰めて、それからもうビャッと出してください。それもゆっくりじゃなくて、意外性を見せてくださいよ。はい、正面にレイ、主審にレイ、お互いレイ、そこでほら、たがら、そういうことがあかん。お前ら、世界大会経験するの恥ずかしくないか。そういうやつ、お前ら、ベテランでも40周年と舞い上がるの。つってこうある。日本代表だな、なんとかせんとかって、そんなじゃあかんってよ。今、どういう人だよ。そうやって、今から練習してるんだよ。あの、はい、もう一回やろう。主審、正面レイ、主審レイ、お互いレイ、さまで、これで出来上がったのか、全部、始め。ほら、そんな、そういうことじゃない、そんな子供の話、こんな方は来るわけねえだろ。世界大会に選ばれてる人だぞ、かっこよくは。真面目にやれよ、真面目に。なんで、みんなこのバカだ、まあ、何やってんだお前、帰るの、マジで見られたからちょっと、ちょっと帰ろう。レイ、はい、レイ、レイ、レイ、はい、レイ、はい、レイ、始め、はい、せやや、るんだよ。それか、もう不細工だけどさ、俺も年取ったって、始め、そうだろうよ。足上がんねえけど、初めにやるよ。なんだそれよ、初め。へぇー、頼むぞ。お前たちは外国の選手だからな。今日ロシアがブラジルの選手になってくれよ。わかった、はい。正面レイ、主審レイ、お互いレイ、止めて、始め。はい、外国選手はちょっとチャークとか始めてる人はもう怖いんだぞ。日本選手が分かるか。そこで、俺はベテランだぞっていう気合いが大事だろ。分かる。それもお前たちに覚えたら得だよ、分かる。構えないと分かる。なあ、はい、正面レイ、主任レイ、お願いします。やってるうちに場外になったりするの分かりますか。そして主審がやめやめ元いって言いますね。それも一回奥村がボーッとやめやめって構えて、続行ってカーッって言ったら分かる。それも試合の流れからの気の緩みをちょっとこうねチェックしましょう。分かりますか。はい、延長戦になった時の緊張感、はい、よし、構えて、始め、いやー、よし、よし、よし、
も深まってるしやな、風邪かもしれんし、なるほど、この軽い感じやってるってやつはある。もう 120% やってても80出しやろ。そいつベテランの動きが入るんだから、たまになって甘くするんだからさ。さあ、本当にここでやってるのは大事なことなんだよ。わしもみんな経験した人がこうやってスタッフでやってるんだから。それは想像の中で大きくしなきゃいけないのに、想像つかなかったらね、体験がなかったら、そういう言葉から自分が想像しろよ。こんなにすごいのかな、こんな風になるのかな。3日間の試合体験したことない人間、どのくらいいるの。3日間試合やるってのはこれ本当大変なんだよ、精神的にも肉体的にも。あ、正面から外国人と試合したことないやついるか。外国人でお前2メーターぐらいあるやつがな、ここにも青筋立ってた、目血張って、お前本当にあの、それは僕の体験だからみんな知らないけどさ、帽子やってわっといったらもう顔がもうアップになってくるからね。青筋がピーッと立って、目に目がビャーッと血走って、お前映画のスクリーンの真ん中からグラッとこう来るような感じだぞ。極端な話、そういうものに対して きちっとこうな、それをさっきこぐらいわーってやったらもうこうなっちゃうだろ。まあみんなそのグラブでも何でも K1 出たやつでもみんなそうでしょ。画面こうなってもらってもこうなっちゃうな、よくわかるだろう。まあ それと同じなんだよ。こう来て世界大会で向かい合って、さあこれでね、あの負けられないと、日本選手が日本代表としてこれ負けられないんだって、よしと思ってさっと行った時に向こうも緊張感いっぱいでさ、それは怖いから来るんだから。それはね、その辺のなんかね、一回かあの何体験のない人たちがさ、第1回世界大会の時みたいにね、フルコンタクトの試合やったことないような人がね、出てきてうわっと言ったら、おーってこうなってくれりゃいいよ。そんなならないんだから今の選手は。おー上等だ、来いよってこうなるんだから。もう中村ちゃんのね、言葉から想像しろよ、こう大きく。体験のある人間は分かるんだから、その体験をここでさ、ね、きちっとこう、自分自身もそうだし、人にもそういうそのシチュエーションを設定しろよ。グッシャー、はいはい、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 試合の流れの中でね、そういうのが来てもね、続行なんでもないんだ、分かる。両足を回転移動もらうというね、こんな360度1回転するんだろ。その体育時間の長い技をもらうっていうのはね、よっぽどおかしいよ、これ分かる。基本中の基本ができてるのは女もん。でもね、危ないのはこの接近戦からだな。この辺りから持ち出てから来るやつだな。それだって基本一緒で、はい、胴回しが来たってね、はい、なんでもないよ。全て基本ができてるから。危ないぞ、だからそう、全部さっきのわしが言ったテーマができてればもう何のことやない。よし、お願いします。胴回しが来ても、かかと落としが来ても、よし、ロッと目線ができてればね、よし、ブロックも再起動できるし、よし、あ、触れるし、あ、よし、全てもう基本中の基本の構えからってことを忘れない。よし、この日最後のスパーリングが始まった。戦えるから、戦ってくれば戦えるよ。
ったらまた出るよ、ほら。しっかり。止めるだけじゃなくて、よし、お願いします。崩してパンチ打ってさ、受けるだけ。よし、自分が攻める。よし、受けて返す。よし、それがそのままこれがさ、こういけばさ、脇になる。これがこういけば、これがこのままこういったら、これがこうなるし、これ角度があればこっち行くし、このまま回し蹴りって言ったって、みんなこうやって蹴らなきゃいけなくなるし、膝がまっすぐ上がったって、そのまま回し蹴りになる。今のジャブは顔面に耐えとるぞ。もっと下、全体見て、全体見て、後ろ。おぞおぞおぞ、重心はさ、こうやってやって構えてね、肩に力入れて、肩に力入れる。それだけでも効率が上がる。ところが、じゃあ肩の力抜いて腹に力を落とす。足を踏んだと。そしたらもうこれだけでも全然重さが変わるんです。体。だからといって動きづらくなっちゃったら困るけどね。こうやってみんなこうやってやってさ、技出そうと思うからこうなってさ、あれするけど、ロシア人がさ、こうやって止まってる時にさ、無駄にこう動く必要もないし、かといってじーっと止まってたら、あいつらもう体力あるから、こうあと、だから、どこかで崩しながらこういかないと。あと、まあ、テセイラなんかが、ね、バーッと来た時にどういうふうに返すのか。稽古の締めは恒例の剣立て伏せである。すでに武道館の使用時間を過ぎていたため、剣立て伏せは駐車場のアスファルトの上で行われた。弓ヶ浜合宿最終日の朝を迎えた。6日間にわたる激しい稽古のために、選手たちは誰もがかなりの疲労状態にあったが、それでも明るく元気だった。選手たちはこの弓ヶ浜での長期合宿での交流を通し、少しずつ絆を深めていた。午前の稽古が始まった。こっからペッと出すんだぞ、こっからもうこうやってやったりさ、こんなことやったらもう相手ダーッとどっか行っちゃうからな。肩落として激しくつく。
最後の修羅場組手が始まった。木山は8月から9月にかけておよそ20日間アメリカのコロラド州ボルダーでコーチトレーニングを単独で行っていた。この時木山の体には誰よりも疲労が蓄積していたが、大型外人を想定して組手に取り組んでいた。誰もが怪我をしないようさせないよう気をつけて組手に取り組んでいたが、攻防が激しくなれば嫌おうなしに闘争本能に火がついてしまう。この直後、木山が突然姿を消した。人に見られないように階段に座り込んだままピクリとも動かない木山。木山の様子があまりにもおかしい。実は木山は最後の組手でリザーブの佐藤選手に中段回し蹴りをもらい肋骨を痛めたのである。それは骨折したのと何ら変わらない深刻な状況だった。皆から外れて治療に向かう木山。疲労、油断、運。事故の原因は様々に考えられたが、この事実は変えられない。木山の負傷は本人だけでなく、選手一同に暗い影を落とすことになった。木山不在のまま、合宿終了の打ち上げが行われた。アマチュアの風の大会では本当にもう、ナンバーの大会だから。そこに出られるってことはね、もう5万人の中で選ばれた君らだからさ、誇りを持って、ね、自信を持って、やってください。エリート中のエリートだから、それを忘れないでね、恥ずかしくない戦いをするように、頑張ってください。それじゃあ、みんなの健康
興と、それから巨人会館のますますの発展を祝して乾杯。木山が負傷して落ち込んでいる選手一同を励ましたい一心で道化役を演じる中村監督、その気持ちを十分に理解している選手たちは監督と一緒になっていつまでもバカ騒ぎを続けたのである。10月中旬、千葉県は天津小湊町にある清澄山において第3回強化合宿が行われた。合宿の始めに清張寺において勝利祈願を行った。昔平安時代の終わり頃からこちらの仏様に願をかけて戦に行くと必ず勝つという、そういうことでこのお寺が有名になりまして、この近在のそのお武家様方、お侍さん、戦に行く前必ずこのお寺でこの虚空蔵菩薩様にご祈願をかけて戦にいらっしゃったと、そういう由緒ある仏様なんですね。何は試合場において常に冷静なる判断力及び闘争心を増約せしめ、勝利の運気を盛んにし、王座奪回ならしめたまわんこと、心中諸願改良満足一切無償下。挑戦に向けてこの地で団結とまた精神統一。日本選手の勝利を記念して五角マスが天津小湊の片桐町長から松井館長に手渡された。清澄山の大山マスターズ記念碑を8年間見守り続けてきたドライブイン10兵衛の田中隆さんの協力により、大山マスターズの胸像を店に展示することになった。記念碑を前に代表選手一同が王座奪回を誓い手を合わせる。大山正達が1年6ヶ月の山ごもり修行を行った聖なる地清澄山において最後の強化合宿が始まった。大会まで3週間と差し迫った今、合宿に臨む選手たちの表情には緊張の中にも決意がみなぎっているようだ。
午後からは県民の森文化体育館に移動して本格的な稽古が始まった。木山の蹴りがどことなくぎこちない。実は木山の肋骨はこの時点で全くと言っていいほど良くなっていなかった。中村監督は木山の状況を的確に掴んでいた。中村監督は木山の身を案じて無理するなと休ませたのである。押し出し伸ばしきる力拳に伝えて打ち込むようにして、よし、休めと言われたものの、木山は肋骨に負担をかけないよう注意しながらスクワットを始めた。松井館長も選手とともに汗を流し、気合に満ちた稽古が繰り広げられた。1時間を経て休憩となったが、木山は片時も休むことなくスクワットを続けていた。中村監督はそれをしっかりと認識していた。後ろ見て、まず電気だけじゃねえ。木山見てみ、あれずーっとスクワットやってるよ。もう1000回は言っとるよ。普通さ、金森君もさ、木山も同じ条件や。何もせんでいくことは何もせんでいいんだよ。な、強制じゃない、楽にして。あれはやっぱり強いなと思うのは、なお前らと全然違う、あれが考え方なり、考え方なり、その取り組み方なり、自覚なり、すべてが違うわ。ずーっとやってたら、もう1時間以上なんだから、俺もさっき言ったよ、これに響かんことしせいって、柔道の山下だって、カニマサミ、エンドからかけられて、現役の時もうベッドに横たわってたんだけど、病院の。もうできることすべてしたって、足怪我してるとこどうしようもないだろ。よし、ここは全部やる。あんま偉いよ、もう旋回してる。よし、わかる。よし、休まないの、サッカー見てるの。ちょっといらないの。よし、持って帰って4年後に結びつけたら道場で使えよ。よし、道場で指導で使えよ。よし、これまた始まったの、俺見てみます。俺の声聞こえてるから見てて、変だあれ。よし、また始まったの、ほら見てみて、見るぞ。木山の王座奪回への凄まじい執念と必死の努力が日本代表の全選手に火をつけた。木村、そのパンチは倒れねえぞ。下がりながらも強いの。そう、
特訓の最後は恒例の剣立て伏せよりもきつい両手打ちの腕立て伏せとなった。みんなと一緒に特訓を行うことができない木山は心の中の激しい葛藤に一人苦しんでいた。合宿2日目朝、外は雨が降っていた。木山が一番乗りで体育館にやってきた。皆さんと一緒にこうやってやるのは、明日はいろんな行事がありますんで、もう明日はほとんど稽古ありませんので、今日一日怪我のないように頑張ってください。しっかりあの体を起こして、背筋もしっかりさ使って、それで足を前にこう、前に。こう前かがみにならないように、あと脇締めて、棒は通さないで脇を締めて背筋を伸ばして、組手の状態で押せるようにしないとダメですよ。いいですか、組手に活かすんだから、こうやったりこうやったりしたらバランス崩しちゃうでしょ。背筋をしっかり伸ばして内側からガッと腰から前に出るように、いいですか、コーチ陣の目の届かないところを常にタイミングよくサポートするのが田口コーチの持ち味だ。もう耐えてないだろ、これ。横綱田村コーチの登場だ。まだ十分現役で戦える雰囲気を醸し出している。ユダ、お前道間違えたな。相撲取りよかったよ、お前道間違えたよ。すごい、すごい、バカつつですよね。背中まっすぐ、脇締めて。フィジカルトレーニングが始まった。清澄山合宿の時点でも怪我や体調不良で全体練習に取り組めない選手たちは少なくなかった。彼らはできることをやることで必死に頑張っていた。そして木山はこの日の午後、怪我の治療のために一日早く一人鹿児島へと帰っていった。その日の午後、清澄山合宿における最後の猛特訓が始まった。ガッチリ押さえちゃうよ、こうして。だいたい身長差がさ、こんなあってな、グッと沈んで、この状態でさ、真横からパーンってこう振られた時にな、これだとさ、この手ごと持ってかれる時あるんだって。それは怖いのよ。このまんまピターンってこうなるじゃん。これ蹴り技だったらさ、持ってかれちゃうよ。ってなる、まあ、あの場合によってだけどね、本当にガッチリ受けたいんだったら両手こう返してさ、このまんまパーン受けられるようにしないと。いい？
マイケル・トンプソンとやったときにこうしてやって、ステップ向こうの人がこうやってやって、ボーンとこけたときに軸足までスッとスライドしてきたらさ、受けたつもりがゴンとこう入ってるわけだな。おっしゃ、おっしゃ。こう入ってこう受けて、あの蹴り返したからいいもの、それがゴーンとこう入ってきたらもうそれあれだからね。おっしゃ。必ず来るって、迎える手とコントロールする手があって、これをこうやったとき、これはこういう状態じゃないのか。おっしゃ。シュッとこうしたら、必ずこうね、ここでこう押さえるか、ここでこうするか。はい、よし、軌道をずらす、ガンとこうしただけでパッとこう、よし、あの流れてくれるから、よし、それをきちっとこれをちゃんとこうしとかないと、これあとは弾くだけでもいいかもしれない。よし、よし、蹴り方の、それから小さいやつでもね、それは昔やれたのはさ、まあ小安なんかがとこう手ついてこう蹴ったりするけど、これをこのまま蹴り上げるのもそうだけど、今前蹴りの稽古だからあれだけどね、よくこの相手の懐に入って、ここから横蹴りでこう蹴り上げるってな、ガーって。大山道場時代にそういう技を実際使った先輩がいて、おしパッといったら、ここに懐入ったら、そのままバーッとこう横切りで蹴り上げて、渡辺和久っていう先輩だけど、その人をよくやったっていうのね、おしそういう、だから小さくても大きくても、要は自分が自分の体をどう使って、どんな風にこの技を変化させて使えるのか、自分の基本であり、応用っていうのがあるんだよね、基本の形に土台があって変化するんだから、おしそういうことよく考えてやる。おしおし、最後の組手だ。最後のミット打ちだ。第3回強化合宿の猛特訓がほぼ終了となった。合宿ですから、総裁が修行した地をね、に皆さんこう行くことになるんですけど、それを今日私行ってきましたけど、非常に危険なところです。ちょっと沢に降りていってね、そこでこう、しばらく歩いていくようなところなんですけど、これもあの気を抜いていくとね、本当にピクニック気分でね、行くとこう怪我するしね。かといってそこでね、なんでこんなとこ行かなきゃいけないんだみたいな意識でこう行けば、またそれもマイナスにつながるし、何でも自分たちのためだから、よし、しっかりやるようにしてください。よし、今から55年前、昭和23年から24年にかけて、大山増達はおよそ1年6ヶ月に及ぶ山ごもり空手修行を成し遂げた。極真空手の構想と理念、その修行の真っ只中で生まれた。
それゆえに清澄山の山籠もり修行の地は極真空手発祥の地と言えるのである。昭和23年当時、山仕事をしている最中修行を行っていた大山に出会ったという穴沢邦子さんの協力によって、8年前山籠もり修行の跡地が発見された。雨なんか当たんないもん。当たんないから岩が凍ってた。その山籠もり修行の地の目印となったのが東平岩である。なんで東平岩だかは私分かんない。昔の人が東平岩東平岩って言うから東平岩にしているんですけどね、昭和23年の時に初めて山に入ったんですね、初めて山に入った時に、あの清兵衛さんと一緒にね、20人ぐらいで来たんですよ。そういった下を見たら、下にかぼちゃの花が咲いてて、小屋があったでしょう。あ、誰かいるっていうこと で、そこにいたのが、体格のいい、そのがっちりした色の白いね、ひげぼうぼうでさ、後で聞いたらそれが大山先生だったっていう。2年もよくこの山の中にいたね。ね、本当にね、普通の人じゃいらんないよね、山奥だもん。そこは一歩間違えれば谷底へ一気に転落しかねない急傾斜の山の中だった。清澄山を知り尽くしている穴沢さんではあったが、56年ぶりにその地を訪れるとあって山の様子は大きく変わり、探し出すのに2時間以上を要することとなった。ここですか。小屋がね、こっちに。穴沢さんがここだと言い切っても、取材班の誰もがまだ半信半疑だった。が、しかし。そう。穴沢さん、はい、これ作った場所じゃないですか。これ。このほら、四角で囲って、石をほら。うん、石でね。石でほら。これ川の石を持ってきて、これでしょ。で、かまどを作ってありましたよ。それでね、そっちにかぼちゃやね、なんか植えてあった。バンザーイ。石で作ったかまどの発見で、不信は確信へと変わった。茶碗や瓶の発見により、それが半世紀前のものであることも後に検証され、ついに大山増達の修行の地が明らかになった。こんなら鍋に見えるしね。万々万歳だね。昔のこのあれはね、大山先生ってすごい先生だったのね。世界中に知れ渡ってるもんね、大山先生って。合宿2日目、夜のミーティング。明日大山増達の修行の地を訪れる予定の選手たちは、穴沢さんが大山増達と出会った時の証言と修行の地を発見した時のビデオ映像を見た。あのね、男前でしたよ、そう、あの色の白いね、で、ヒゲがほら、もじゃもじゃしてるでしょ。ヒゲそれはいい大人の人間、みんなで話したけどね。終了後、全選手の世界大会に向けた決意表明が行われた。本当に自分を出し切る。今まで練習してきたことを、しっかり出し切って、満足のいく結果を得られるように頑張りたいと思います。期待に応えられるように頑張ります。自分の中ではもう覚悟決まってまして、で、もう覚悟してるんで、あのしっかり頑張りたいと思います。まあ、スタミナはついたんですけど、あの、パワーと 打たれ強さとあと技的なことがちょっとまだおろそかになった部分があるんで、あのそこの微調整最後3週間やって試合に臨みたいと思います。自分のところにいる外人止めるのはもう当然のこととして頂点目指したいと思います。もうこれが直前最後の合宿ということで、
感無量です。あのもう3週間を切ってる形なんで、最後は、自分は上が来るとぐっと固まってしまう癖があるんで、よく目慣らしして足運べるようにするのと、あとこちらではあんまりやんなかったんですが、ボディがパンチ強いと思いますんで、あのボディよく慣らしといてですね、当日成果出せるようにしたいと思います。自分は2日目にちょっと勝負があるので、必ず3日目まで残れますように、残れるように頑張りたいと思います。まあ、1回戦の相手が強豪選手の一覧に乗ってて強いんですけど、もう思い切っていくだけなんで、一戦大事にしていきたいと思います。細かい怪我とかもしっかり治して、あの大会には絶好調で迎えられるようにして、あの自分の満足のいくような結果が得られるように頑張りたいと思います。世界大会では期待に応えられるように頑張ります。おす。世界大会には、自分自身、一番いいベストな状態に持っていけるように、頑張りたいと思ってます。ちょっと1回戦の相手はよくわからないんですけど、2回戦3回戦はある程度、上がってくる人が大体どういう組み手をするかというのは分かってるんで、これまで以上に、練習中常に考えながら、この3回の合宿の成果を世界大会の場で出せるように頑張っていきたいと思います。で、自分は、A ブロックですので、まあ、日本選手の、まあ、闘志に火をつけられるような戦いをして、まあ、特攻精神で頑張ります。非常に調子もよく上がってきましたので、最後カブシャンが、120% の、ね、力を出せたというように、まあ、自信を持って臨めるように心と体を整えて、臨みたいと思います。8年ぶりの世界無差別世界大会ですので爆発させていただきます。おっす。怪我が治ってないので万全とは言えないんですけど、あと3週間、しっかりその3週間で治して、悔いのない戦いをしたいと思います。まあ、怪我で遅れていた調整も合宿をしていただいたおかげでだいぶ帳尻が合いました。あと3週間で 100% で出れるように頑張りたいと思います。ちょうど4年前から強化委員会始まりまして、前回の大会ですね、それで自分も空手に対する取り組み考え方がすごい変われたってことがすごい良かったことで、この4年間もあっという間の4年間で、それがもう来週ですね、今度の大会のための4年間だったわけで、それも生かさないわけにはいかないってことで、もう必ずやります。まあ、合宿の内容はすごくやっぱり満足して、あのきちっとやりきれたと自分で思ってます。まあ、これを自信にして大会は一戦一戦大事にやっていこうと思います。自分は日本選手団の中で一番最初に出動しますので、景気よく大爆発していこうと思います。大会まであと3週間しかないですけど、どんどんモチベーションを高めていって、試合では一人でも多くの外国人選手をストップできるように、日本王座奪還に貢献できるように頑張りたいと思います。私2回世界大会過去に出てるんですが、ベスト16 2回ともベスト16止まりなので、なんとか今回はそのベスト16の壁を突破してですね、頂点目指して頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。あと残り3週間、気を引き締めて全力で戦いたいと思います。世界大会ではとりあえず悔いの残らないよう完全燃焼して、終わった後にあれをやっておけばよかったとか、そういうことが頭に思い浮かばないように、全力でやりたいと思います。いい仕事をして上まで上がりたいと思います。監督、副監督、コーチの皆さん、ご指導ありがとうございました。関西チームのキャプテンとして言うことの聞かない特段をまとめれたと思いますけど、まあ自分も門井さんと同じ A ブロックなんですけども、気合を前面に出してですね、日本チームを引っ張るぐらいのつもりで、爆心したいと思いますので、よろしくお願いします。中村氏率いる関西チームちょっと悪が強かったんですけども、それを温かい目でご指導いただいて本当に感動します。あんまり受け入れてもらえないかなって思ったんですけど、本当に自分みたいなものに指導していただいて本当に感動しております。頑張ります。明日行く先ほど言った大山総裁の、極真空手が、の発祥の地になると言われる、その
なんて言うんでしょう、修行の場、そちらに行って、大山総裁のご加護がもらえるように、したい、皆さんと、したいと思います。あと、頑張りに座ったらさ、気をつけます。あと、試合場に、相手になる外人選手は、全員なぎ倒していきたいと思います。日本チーム元気よく頑張りましょう。関西チームを、関西チームのように、ね、明るく元気に頑張りましょう。お疲れ様でした。最終日、早朝稽古の後、選手一同はおよそ2時間半をかけて大山増達の山ごもり修行の地へと向かった。実はこの前日、一日早く帰ることとなった松井館長と木山が皆に先駆けて修行の地を訪ねていた。途中までは道があるが、最後は50メートルに及ぶ急勾配の山の斜面を降りなければならない。足を一歩踏み間違えれば怪我どころでは済まないだろう。そしてさらに道なき道を山奥へと進まねばならない。肋骨を痛め、歩くだけで骨に痛みが響く木山にとって、そこへ行くだけでも苦しい戦いだった。その修行の地はあまりに人里離れた寂しい土地だった。小川にほど近い丘のようになった急坂を10メートルほど登ったところにある猫の額くらいの平らな土地、それが大山増達山ごもり修行の地の跡であった。ここはたくさんのヒルが生息する、生活するには極めて困難な場所であった。今日ここでこの周りの木を総裁は叩いて、それで木を枯らしてしまったという話ですけど、お腹いっぱい食べてね、苦しそうにしてたら、君は人生で一番辛いことは何か分かるかね。人生で一番辛いことっていうのはね、飢えと孤独なんだ。腹いっぱい飯食ってしんどそうな顔して食うバカがどこにあるかって怒られたことで、そういうこういう経験からでしょうね、うん、食うや食わずでね、うん、一人っきりでいてね、うん、寂しい思いして、ね、アメリカに行った時の話をねしてましたけど、君たちはね、一人で壁に向かって泣いたことあるかね。私は何回もあるよって言うわけです。それはアメリカでもちろんね、そういうなんていうのかな、戦後間もない頃のね、アメリカでの経験もあるでしょうけど、やっぱりこういうね、山ごもりの中でもそういうことを感じたでしょうね、何度もやっぱり涙してね、そういう思いをしたんでしょう。世界大会前ということで、なんていうか最初で最後だと思うんですけど、ここで一つ世界大会の気持ちを、ゴフを、ね、でも優勝したいなと、したいなじゃないですよね、優勝するっていう気持ちで今います。そして中村監督率いる日本代表選手団一団は、互いに声を掛け合い助け合って困難な急勾配の山の斜面を降りた。誰一人怪我をさせず、必ず全員で極真空手発祥の地へ行くのだ。監督以下、コーチと全選手の心が完全に一つになっていた。ここか。なるほど。これが小屋になった。小屋があった場所はここです。四角になってるのが小屋になった場所です。わあ、それや。選手の誰もが過酷な大山の空手修行を想像し、感無量といった面持ちだった。辛く厳しい三大強化合宿を全て終了した
第8回世界大会日本代表選手たちが最も過酷な空手修行を受けて極真空手を誕生させた大山増達に王座奪回を心の底から誓った。第8回、世界大会に向けてですね、やっとその一期二期三つ峰、静岡の伊藤、そしてこの総裁ゆかりの地の成長山清澄山でですね、この最終日の合宿は終えて、またそして総裁のこの修行の地の聖地に来れたってことはですね、何かその因縁めいたですね、なんか引きつけられて私たちはここにですね、選手リザーブ含めて34名コーチ監督含めてですね、なんか総裁に導かれるような形でこの山になんか来たんじゃ来たような気がします。極真空手をここまでですね、若い時から育てられたというこの聖地でですね、誓いたいことは、まあ、必ずや日本が王座奪回を必ず実現すると、この聖地で誓いたいと思います。打ち上げを祈願して杉村志安のもと、おたけびをやります。じゃあ王座奪回するぞ、おーかな、おーいいか、よいしょ、恥ずかしがんなよ、王座奪回するぞ。第8回世界大会まであと3週間、日本代表選手たちは王座奪回をかけて完全なる団結を果たした。世界の頂点を目指す戦いがいよいよ幕を開ける。